ねえ、結局あの二人はくっつかなかったか。まあ仕方ないでしょう。佐山君には警察官としての夢がありますからね。夢ね。ガス切れか。どうぞ。ああ悪い。返さないで結構です。差し上げます。あ一家じゃタバコは吸えませんから。一家だと。私は来月付で4課から1課へ戻ります。極道相手の4課じゃ吸えても、殺人事件を扱うエリートコースの1課じゃ吸えませんからね。昇進したのか。よかったじゃないか。いやいや、そういうわけでもありませんよ。ん？今回の登場会と近江連合の構想、結局警視庁も府警も後手に回り、何もすることはできませんでした。それに加えて倉橋課長と尋問派の起こした警察内部の不祥事、警察としては大きな汚点を残す結果に。じゃあなんで一課に戻るんだ。口封じですよ。佐山君も私も今回の抗争事件に関わった人間は皆昇進、本人の希望部署に転属させることで不祥事をうやむやにするつもりなんでしょう。ああとはいえよかったじゃねえか。これでお前もまたエリートコースに戻れたわけだ。まあそうなんですけど。浮かねえ顔だな。心配なんですよ。何が。今後のカムロ町が。警察は今後東上会や近江連合といった組織に対して一定の距離を取る方針です。今回の警察の失態を救ったのはある意味彼らでしたからね。なるほどな。で何が心配なんだ。私はまだ極道を信じてません。もし登場会の跡目が桐生さんじゃないなら、またカムロ町は昔のような荒れた町に。大丈夫だ。え？あいつはちゃんと考えてるよ。やつはケツの吹き方を知ってる。カムロ町を去る前にやることはやってかずだ。それじゃあそろそろ行く。ええ、今日はカムロ町にでも行くの。ああ、カズキやユウヤたちに一言挨拶しないとな。それに。それに？どうしても一人話をしておかないとならない奴がいるんだ。
登場会のことね。ああ、このまま行けば大吾が登場会の六代目を継ぐ。だが大吾はまだ若い。組まとめるだけの力が足りない。登場会を支えられる人間、誰か当てはあるの？俺と同じように昔からの登場会を知っている人間が一人な。なるほどね。けど堂島大吾に彼を飼いならすだけの度量があるかしら。あいつは誰にも飼いならされるような玉じゃねえよ。真島五郎、要は彼が今の登場会に魅力を感じるか、それだけってことね。そうだな。彼のこと説得できるかしら。やるしかねえんだ。だから俺は今日どうしても真島に会う。そして奴を説得する。殴り合うような展開にならないといいわね。まあそればっかりは分からんがな。気をつけてね。ああ、お前もな。じゃあ、行ってくる。バイバイ。おじさんとカムロ町を歩くのも今日が最後かもしれないんだね。そんなことはないさ。またいつでも帰ってこられる。どうした？今日は思いっきり遊びたい。おじさんと一緒に遊びたい。ん？ダメ？わかった。好きなだけ遊ぼう。